準備中となります。はい。はい。あれ。はい。はい。アイアナさん、こんばんは。はい。ごとごとラスカルでございます。すいません。ちょっとね、今日は全然時間に余裕がなくて大変申し訳ないです。カッターということで、こんばんは。はい。すずめさん、ワンクさん、こんばんは。はい、ちょっと待ってくださいね。なんか自分の音が耳にハウリングしてきて、すごくなんか不気味なんですよね。はい、少々お待ちください。これかな。あ、これだね。あ、違うな。あ、違うな。こっちかな。あ、こっちっぽいな。あ、これだ。はい、はい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 。ということで、はい、では改めまして、こんばんは。あ、はい、文雄さん、すずめさん、中村さん、江戸さん、こんばんは。はい、ということでですね、あ、はい、あ、すみません、さっきこんばんはしましたね。はい、ということで、あ、茨城田村さん、こんばんは。はい、そうです、雑穀米ですね、この写真ね。はい、はい、スノーピーさん、こんばんは。はい、あ、ゆるさぎ、ありがとうございます。すみません、ちょっと遅くなりまして、2分ほど遠発でのねスタートになります。本日の日付はですね、令和3年の3月8日、まだ服も脱いでね、月曜日の夜になります。時刻はですね、23時32分になりました。ミキミキさん、こんばんは。本日もですね、ドクターラスカル2330、ライブ配信の方、していきたいと思います。はい、ニコ生の方も、こんばんはでございます。すいません、ニコ生の方はですね、ちょっと今日遅れて、スタートしてるんですけど、12時半ぴったりにちょっと切れちゃいますんでね。はい、まあそんな変わらないですけど、1分ぐらいしかね。はい、ということで、始めたいと思います。そうですね、今日ね、お題はですね、そうですね、ビタミン B の欠乏って話につながってくるかと思いますね。はい、ミキミキさん、こんばんは。スノーピーさん、こんばんは。フチアさん、こんばんは。コンティニューコイン、ありがとうございます。はい、ということでですね、お腹苦しいな。なんでだ、今何も食ってねえのになんでお腹苦しいんだ。あ、これ太ったんだね。うん、ということでですね、はい、いきたいと思います。ですね、まあ、私もね、こう白米は大好きですね。最近はちょっとね、白飯だけだとちょっと食べられないなんて人もいますけどね、何を贅沢なことを言っているんだというぐらいですね、非常にですね、このね、白いご飯というのはね、こう今では当たり前ですけれども、まあ、東洋経済のね、記事読んでいただいてね、こう大体概要をつかめたかなと思いますけど、白いご飯というのはですね、ものすごい贅沢ものだったんですね、昔はですね。はい、ということでね、まあ、その記事のね、こう紐解きながらね、この今日はそのビタミン B1 ですね、が欠乏すると起こる病気、脚気というものでね、これ、まあ、昔も当時多かったんですよ、大江戸時代とかね。ただ現代においてもこれ多いんで、多いってか、多いってかはちょっと増えてきたかな。なんかいわゆる、栄養全体が足りないんじゃなくて、栄養が偏ってることでね、起きる脚気というのが現代でもあります、ね。そういうことについてちょっとね、紐解いて話をしていきたいなと思います。そうですね、お友達のキツネ君とご飯食べてる、そうなってますねよそってるよみたいなね。そう、ご飯が、まあ、美味しい毎日、いや本当そうですよね。もう本当に、思いますよ。はい。で、まあね、はい、アータピさん、こんばんは。20日玄米食べてますってことで、お茶ありがとうございます。こんばんは。はい。ということでですね、頭真っ白になってるわ。ちょっと待ってくださいね。今ちょっと慌ててですね、ちょっと滑り込んできたんでね。はい、かけて、確か、そうですね、あ、そうそう、叩くやつありますよ。かかとを叩くね、こう打診器っていうのが、あれ打診器っていうんですよ。で、あれを使ってですね、まあ、こう足がね、こうポーンとこうね、動くか動かないかと言いますね。
はい、渡部さんこんばんは。精米用ビタミン強化剤お釜に入れるだけ、うん、デブゲンさんラスカルラスカル製薬株式すごいもんができました。はい、いやーですね、まあ本当ね、あのかっけとかね、まあ今本当に当たり前のように白米食べてますけど、あのね、あマイクずれてたよ。もう白米って本当ね、まあすごい贅沢なんですよ。今こう普通にね、あの食べてますけど、まあ別にあの私はあの戦時中生きてませんけれど、まああの戦時中とかはねすごく贅沢なものだったんですよ。あ、チャイヤさんこんばんは。はい。うん、木づちでもいけるだろうけど、ちょっと痛いかもしれないね。まあ、打診機と何が違うんだって言われると、大きさ、あとあれだよね、ちょっと道具の使い方間違えてるかな。チャチャさん、こんばんは。お茶ありがとうございます。はい。みどりさん、こんばんは。かけとラシは、今日も、路上にラジルを、吐き出すのであった、うん、まあ今汗と一緒ですけどね。はい、羅針機、羅針機だ、打針機ね、ダダダダダダね、 DA ね、うん、DA です。はい、ダダダダダって感じでね。はい、でまああのかっけなんですけどね、これかっけを言ってみたかった。あ、なるほどかっけえよなとかね、まあどうでもいいんですけど。じゃあ、武田健康サイトの方からですね、まあ簡単にこのかっけの病気のね、お話の方ちょっとさせていただきたいと思います。まあかっけってのはね、まあ現代ではちょっとあんまねえのかなって思いがちな病気なんですけど、そんなこともなくてですね、まああの皆さんご存知の通り、B1 が、あのビタミン B1 が不足して起こる病気です。末梢神経の障害など、もしくはし、ね、あと心不全、うん、要するに心臓に異常が生じてポンプの役割を果たさなくなることが原因でですね、体がむくみを起こしたりします。で、かっけの初期症状にはですね、食欲がないっていう状態が起きまして、他にですね、あの全身がねだるくなったり、で特に下半身ね、がだるくなったり、それから倦怠感とかが出てきます。で、次第にですね、足のしびれであるとかむくみ、動悸、息切れ、感覚麻痺などの、症状が現れます。で、さらにね進んでいくと、手足に力が入らなくなって寝たきりになり、そのままほっとくとですね、さっきお話ししたね、心臓の、機能がね、まあ、異常が、心臓の機能が異常を起こしてですね、悪化して死に至ることがある心不全というものですね、に至ります。心不全というのはね、このちょっと心臓の、ね、こう周りの疾患を、ね、こうまとめた総称になります。はい、でまあ、現代でもですね、まあ、かっけというのは予備軍の方が、ね、結構多くてですね、まあ、あの江戸時代とか、ね、明治の初期頃までが国民病として大変有名だったんですけれども、まあ、最近は、ね、こうアルコールとかね、うん、それから、まあ、あと、インスタント食品のやはりですね、普及で、まあ、食事の野菜不足であるとか、まあ、それから、あの、清涼飲料水をですね、たくさん飲んでしまってるとか、まあ、そういうのがね、多くてですね、潜在的にビタミン B1 が欠乏している予備軍の方が多いとは言われています。ね、という感じの話になりますね。はい。武田信玄。業務用はまだある。あ、そうなんですね。へぇ。江戸時代とは予告を開いて問い詰めラッシュは中二病じゃない、うん、丸い蜜も中二病だね、うん、打診機ってじゃかい、うん、なるほどね。はい、そう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 、まああのちょっとね、うん、あの江戸わずらいにかけてちょっとね、うん、江戸じゃ江戸わずらいじゃね江戸わずらいね、江戸わずらいにかけてみて、ちょっとエロわずらいね、エロ時代とは中頃の話っていうね、なんか最近ちょっとエロ時代の中頃の話が多いですけどね、うん、私滑舌が良くないんで、あの時々私は一生懸命江戸って喋ってるんですけれども、エロって聞こえることがあるらしくてね、そうするとですね、江戸時代がエロ時代に聞こえてしまうということはあります。はい、なんか自分で喋ってたらあまり変わらないですもんね、うん、まあね、そんな感じでございます。でね、まあその現代のかっけがね、うん、B1 のサプリはあんまりね、サプリじゃなくてね、まあもちろん、まあ、サプリも悪くないんですけど、
こういうビタミンとかってね、やっぱり一時的ではなくて、継続的に少量を、確実に必要な量をですね、コンスタントに毎日取ることが必要なんですね。っていうのはこう体に取っておくことはできないので、なるべくこうお食事から取られていただいた方がいいかなと思います。でその食事のバランスとしてですね、これだけですね、我が国の場合は、食が選べるような時代になってますから、食事のバランスとかを、ね、考えなくても自分の食事がこう一見成立してしまうんですよ。ただそれでおいてですね、その潜在的なこういったですね、いわゆる栄養の偏りですよね。ビタミンの例えば B1 だけが極端に低かったりとか、ね、で極端に例えばね、ある栄養素が栄養素に偏っているとか、お腹は満腹になるので、その食生活としてはね成り立ってるんですけども、ただこう栄養とか考えないと、知らず知らずの間にこういったですね、隠れた、病気となってですね、潜んでいきます。こういったものもね予防していくのがやっぱり予防医学の一つにはなりますんでね、栄養はバランスよくってことをね、特に若いとね、とりあえずもう毎日、私なんかもね、若い時ってこう食べていくの結構必死だったんで、栄養なんか気にしてられるかって、まず腹を満たすっていうのがねあったんでね、っていうのはありますけど、そうは言ってもね、玄米ね、武田信玄だっけ、ありましたね、はい。あれ面白いですよね。玄米買うかって、確かに間違えちゃいないんですけど、今日のね、このダイヤモンドオンラインの記事ね、これだけ最初にちょっと、先発して出しましたけれども、この、東洋経済か、東洋経済、失礼いたしました。東洋経済オンラインの方の記事でですね、白米好きの日本人を襲ったやばい病気の正体記事があったと思うんですけども、大正期にはですね、1年で約3万人の人の命が奪われたって病気なんですけどね、3万人って言ったらすごいですよ。大正時代は今よりも全然人口少なかったんで、森外が悪い。森外が悪いってことはないんだけどな。かっけね。かっけです。はい。森外が悪いって、確かにな、あるかもしれないな。白米のね、憧れ的なものをね、ちょっと煽ったってなるかもしれないですけどね。はい。ってところでですね。あ、七瀬先生、こんばんは。らしわーと言われて、江戸わずらいと言われて、活気をネタにすると、中年デブ中に、もうこれはバナナとパナソニックを推奨するだけの、エロリストではない。エロリストでしかない。政府はらしに対して、外従指定を認可、らしは国内を追われることになる。34ゲージってなんだよ。今はハワイ食品から発売されてるんですね。七瀬先生お疲れ様です、こんばんは。はい、なるほどね、発芽玄米ね、今はあれなんだ、ハウスから出てるんですね。音屋さんね、音屋さん最近高くなりましたよね。奇変米ね、黄変米でしたっけ、これ読み方ね、黄色く変わっちゃうのね、白米なんだけどね、そう、白くしてあるんだけど、こうね、変わっちゃうのありましたね。はい。音屋さん、ずいぶん上がったけど、でも、あれが適正価格なのかなって、今思えばね、思うとこありますよね。やっぱりね、なんていうのかな、いろいろコストダウンやりすぎたりとかね、で、まして今、これから、ちょっとコロナの対策とかね、もっと、こう、合理的にやっていかなきゃいけないとなると、やはりそれって、価格に跳ね返らざるを得ないのかなと思いますよね。日本では、12時までしか、散弾銃許可下りないはずです。あ、なるほど。そうだね。多分ちょっと勉強したのが曖昧なんで申し訳ないんですけどね。はい。ビタミン豊富な玄米、スーパーでも売ってます。白米と混ぜると良いそうですね。白いお米一食よりも、いわゆる玄米を、玄米だけ食べるというと結構ね、昔
コアメシとか言ってね、その要するに硬いですし、時間が経つとこう匂いが出ちゃうんですね。で、まあ栄養あるんですよ玄米ってね。ただこう食べてて、まあ現代の感覚で言えばね、あんまりこう美味しいものではないので、栄養はあるけどそんなに美味しいものではないのでね、こう 100% 玄米にしないでね、こうやっぱ少しずつ混ぜていただくのがやっぱりいいと思うんですよ。白米とね、あとまあ発芽玄米でも、発芽玄米もそんなに美味しいかって言われると、頑張って美味しいのかなって感じではあるんですよね。普通に食べれる。あ、本当？34ゲージで枯れてる話から、ああそうかそうか、うん、あ、しばらく玄米だけで食べてたんですね。あ、普通に食べれる。おお、なるほど。ちなみに船乗りも家計になりやすい。あ、そう、海軍の方とかね、あと潜水艦乗りの方とかね、ありますね。麦飯なのはビタミン B1 を補うため。そうですね。まあ、海軍というかね、いろいろあるんですよ。例えばね、その海軍のご飯でね、毎週金曜日カレーっていうのがあるんですね。で、まあ、カレーの中にね、入ってるものでこうね、その、今先生書いていただきましたけれど、まあ、麦飯でね、麦のご飯を、白飯ではなくて麦ご飯でその B1 を補うと。で、船乗りがなんでそのね、家計になりやすいかっていうとですね、やはりその食事の環境ね、どうしてもこう決められた食材を積み込んで調理してきますから、途中でもちろん積み込みとかね、補給とかやりますけど、まあ、ただ限られるんですね、栄養の補給源とかね、あとまあ、日に当たる当たらないって話がありまして、まあ、看板出てればね、まあそれ日に当たったりとかしますけども、別の理由もちょっとあるんですよね、家計になりやすいところでね。特に潜水艦乗りの人とか、まあ、日に当たらないで、ね、ずっと潜航してたりとかしますからね。潜航して浮上しててもね、全然日浴びませんからね、船の構造上ね。まあ、そういうのがありますよ。はい。はい。玄米普通に食べるって言ってもすごいな。あ、コロパックルさん、こんばんは。はい。ね。というのがあるんですよ。だからね、まあ、現代においてもね、その白米だけをね、こうガバ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 食べてるとですね、まあその江戸時代のね、かつてね言われた、まあ贅沢病なんて昔はね言われてた時代も一時期あるみたいですけれども、まあ実際ね、その本当はその玄米の周りにある、こう言ってみれば、まあね、まあ美味しくないからってそぎ落としちゃってる栄養みたいなもんですよね、あれはね。それをそぎ落としてこう真っ白にしてね、まあこう美味しくいただいてるわけですから、当然ね、やっぱりこう偏った食べ物にはなってしまうんですけど、まあ、ただね、我が国民ほどですね、この白米を愛してやまない国民というのは、まあ、そういないんで、こんなに白飯好きなね、国民いないんで、だってもうすごいですからね、品種の種類だって、どんだけあるんだよっていうね、まあ、あとね、こだわりとかね、まあまあ、私なんかもありますけどね、すごくね、こう、まあ、例えばこう秋田小町が好きとかね、まあ、一目惚れがいいとかね、笹錦じゃないなんだけど、コシヒカリが、コシヒカリがいいとかね、まあ、そういうのあると思うんですよ、みんなね。まあ、かと思えばこう、ブレンド米でもいいみたいな、ね、人もいらっしゃいますしね。まあ、ただ、ね、この何でしたっけ、東洋経済オンラインの記事をですね、ずっと最後の方まで読み解いていただくとですね、まあその軍のことなんかも書いてありますね、日清戦争のこととかね、そういうのをね、書いてあります。でその例のね、森鴎外の失敗っていうところで、森鴎外が悪いって話なんかもねまあちょっと書いてはあるんですけど、まあ森鴎外が悪いって責めるのはちょっとどうかなって私は思うんですけどね。はい。ね、まあぬかの中からのビタミン C っていうのはね、まあビタミンか、ビタミン C でビタミンですね。まあこれはね結構画期的なんですけどね。はい、というとこですね。はい。カレーさん、こんばんは。はい。あ、ベンジャミンさん、こんばんは。はい。お米じゃなくてね、今日は活気ですね。現代の活気ってことでね、ちょっとすいません、これテロップ見にくくなっちゃってるんですけど、活気ですね。はい。はい、そう、発芽玄米ね、そうだよね。まあ美味しいか美味しくないかって言われると、白米のが好きかな、私はね、個人的な意見ですけどね。後藤輝樹、千葉県知事候補、
千葉県の権益よりも日本の国益を第一に考えると公言、うん、まあそういう出方もありだろうね、うん、昔はおかずが全然なかったんで活気になりましたとさ、うん、まあそれもあるみたいですよ、一員としてね。だからその、まあ、経済的な理由でおかずという部分と、本当の意味で、おかずがなかったっていうね。要するに、我が国民本当に昔から米好きですから、でその白いお米に憧れてましたからね、玄米じゃなくてね、白米っていうね。なんでわざわざ玄米の方が栄養あるのにね、それをこうもうね、ひとむきしてね、白くして食ってるんだって言われると、まあ、その方がうまいからだって話なんですけど、まあね、そういうのありましたよ。はい、20日玄米食べたことがあります。久しぶりに食べてみようかなということで、あ、いいと思いますよ。はい、まあ、別にね、某ね、一社のこうね、宣伝をしてるわけではないんでね、まあ、20日今いろんなとこから出てますしね、うん、34ゲージはラッシュのサイズの話ですよ。注射針の34ゲージはインスリンなどで使う針です、うん、そうそうそう、波乗りで、酒飲みだと、ナイアシンね、ナイアシンっていう物質があります。不足になり、体が重く、皮膚の発疹と、それからね、なんていうのかな、押し圧って言ってね、こうよく、押される、皮膚がこう押される圧ってありますよね。まあ、戻らないとかってありますね。はい。陰圧ですね。はい。というのがありますね。はい。打診機買おうかな。まあ、持ってても別にいいと思いますよ。まあ、そんな巨大なものではないですからね。1メートル、2メートルあるものじゃないですからね。はい。白米苦手だから混ぜて炊いてますっていう麦とね、ああいいと思いますね、うん、いいと思いますよ、麦と混ぜるってね、うん、やっぱりね、実は白飯すっごい美味しいんですよ。本当にね、よくいらっしゃるんですけど、最近やっぱりね、食生活贅沢になりましたんで、こう白飯だと味がないってこうおっしゃる方いるんですけど、あんなにうまいもんないんですよ。その白飯のね、美味しさをまずくしているのはお水です。ね、日本の炊飯器ですね、多分一番安いの買ってもものすごく性能いいんで、まあ、炊飯器がなければ鍋でも炊けますし、もうお米って何でも炊けるんですよね。鍋でも炊けるしね。なんですけど、やっぱり栄養価的に考えると、麦混ぜた方がいいとは思いますけどね。まあ、あえて削って何言ってんだって贅沢だなと思いますけどね。秋系821号こと、新秋田米、咲き誇れを早く食べてみたい。そうなんですね。いよいよ秋田小町の次が出てきたんですね。なるほどね。まあ、秋田小町大ファンなんですけどね。まあそうですね、麦飯はたまに食べると美味しいってのありますよね。まあ、毎日食べてると、まあ、変化するのにいいんじゃないですかね。こうやって雑穀にしたりとかね、もち麦にしたりとかね、まあ、あと大麦ですかね、ああいったの混ぜたりとかね、ありだと思いますよ。じゃあラッシュだけは玄米にしようねって減らしちゃうんだね。減らした方がいいかもな、食べ過ぎだからな。あ、はい、やりましたよ。はい、まだ、そうだね、2度目ってことかな。2度目はまだだ。やっぱり来週になりましたね、結局ね。現代のおかずが、豊富に食べられる状態、冷蔵庫やコールドチェーンの普及であえて玄米を食べる理由は特にありません。まあそうですね、確かにね。本当にね、今書いていただいてますけど、バランスよくね食べれば全然問題ないですよ、食事を、栄養バランスをね。ただその今ってその食生活がこう豊かすぎてですね、バランスをとって食べるっていうこの概念すら忘れてしまってるところがあるので、バランスってなんじゃっつってね、こう右と左に何乗せるんじゃって言って、ご飯と味噌汁かいって、いやそういう話じゃないんだよってね、いうところなんですね。栄養の偏りってものをなくさないとですね、まあ起きることはね、ただ一つ、早死にするってだけの話ですね。はい、一見恵まれてるように見えるけども、栄養状態はその栄養
出張と変わんねっていう状態になっちゃうわけですね。うん、要するに、ある栄養はすごく多量だけど、ある栄養はないって状態になると、まあ、それ栄養の偏りですからね、栄養失調と何ら変わらない症状が起きてくるんですよね。むしろその、なんていうのかな、あるね、特定の栄養素だけたくさんにとってしまうと、まあ、それは確かにね、ね、予測しえない疾患とかね、まあ、すでに予測される疾患が起きたりとかすることはありますよね。医療用のムチ買おうかな。まあ、何に使うのか知らないですけど、別に止めませんよ。はい。白飯は噛めば噛むほど甘くなる。美味しいですよね。味がないというなら、よく噛んで食べると言いたい。白飯の美味しい食べ方ですね。これね、どうしてもその水道水に含まれる残留塩素ってものがありますね。これは必要なんですよ、塩素自体はね。ただ塩素とこのビタミンの C とね B とかってすごくこう親和性が良くてですね、こう良くも悪くもですね、中和しちゃうんです、こう反応してね。だから非常にいいといえばいいんですけども、ただその一方でですね、米がまずくなるというですね、欠点を持ってまして、水道のお米でですね、ガシガシ飯炊いてるとですね、やっぱりお米のね、本当の甘さって生きてこないですよね。その甘みを殺してしまうとよく言いますよね。だから、できればね、浄水器とかでこう蛇口で取っていただいてね、飲んでいただくのが一番いいと思います。水道管流れてくるときに残留塩素ってのは必要なんですね。あれがないとね、やはり水道管の中で雑菌が湧いてしまいますので、菌がね、雑菌とか、まあね、そういったものが繁殖してしまいますからね。はい。あ、ジェット猫先生、こんばんは。お疲れ様です。玄米は、便秘食として食べてますよとね。あ、そっか、繊維系ですからね、いいですね。ですよね。はい。あ、おそまちゃん、ひんなひんな、こんばんは。はーい。カレーさんにとってお米も飲み物です。みなさん、こんばんは。天然パーマさん、こんばんは。あ、はい。杉浦さん、こんばんは。はじめまして。はい。そうね、毎食お米食べてますよね。確かにね。あ、ギャバも取りたいですよね。できればね。はい。鍋炊きしてますぬ。おう。なるほど。はい。キャスピーさん、こんばんは。はーい。あー、咲き誇れ。美味しかったですよ。あー、いいですね。新しいのね。ちょっと食べてみたいですけどね。はい。まあ、ただ、どこの米か分かんない米食ってもうまいのがやっぱりね、こう、日本ですよね。本当に我が国の米ってうまいわ。もう、小米でも、ここ米でも私うまいと思いますよ。本当に水って結構大事ですよ、食べ物でね、こう何でもそうなんですけど、水道の水が悪いってわけじゃなくて、あれは安全に水道の水を持ってくるために絶対残留塩素って必要なんですね。ただその地域によってはですね、やはりその塩素がやっぱり濃かったり薄かったりっていうのは、その地域の水道管の長さだったりとか、その元の水のね、洗浄する過程でいろんな事情がありますからね、仕方ないとは思うんですけどね。安全な水を届けるために必要ですから、残留塩素っていうのはね。はい。私も夜は減らしています。米クラブについて誰も触れないけん。痛みないですよ。多分私にとっては B 肝の方が痛いです。はい。あれは本当に B 型肝炎に関しては多分疫薬の問題だと思うんだよね。というか、毎食お米食べてますね。はい。パエリア。パエリアね。あれかな、スペイン料理かな。フライパンで米炊いてる。ああ、そうですね。そういえばね。何でも炊けるんですよ。炊こうと思えばね。ビタミンチャージに玄米を。はい。なるほどね。皆さん、こんばんは。はい。それでも玄米を食べる場合は、カルシウムを多めに摂ることをお勧めします。ああ、リンか。そっか、そっか。あ、玄米にはリンが含まれており、カルシウムを体外に出そうとするので、なりますね。ああ、そうだね。玄米そうなんだよな。カルシウムね、吸着して出しちゃうんですよね、外にね。そうだ。そういう作用がありますね。で、結構多いんですよ、リン。リン多めなんですよね。タンパク質不足でメンタルに影響出ると、最近精神科で言われてるそうです。ありますよ。
だからその栄養がね、一見あのすごくそのまあ言ってみれば食別にこうだからあのなんかこうね、お金出しても買いに行くものがないっていう世の中ではないじゃないですか。江戸時代ってどっちかっていうとそういう傾向があったんですよ。でありながらこうやっぱり白米の憧れっていうのがありましてね、こうやっぱりねあの保存するためにも白米ってすごい優れてるんですよ。玄米だと朝炊いて夜までねっていかないんです。あのどうしてもですねこうあのお米をこうちょっとねあの腐らせてしまった方あることある方はご存知だと思うんですが、腐敗臭がねどうしても出てきてしまうんで、まあね、あのどうしても腐りやすいというねものが出てきます。はい、ということで玄米に含まれるリンって、あの量がねあの多いんです、比較的ね、悪いわけじゃないんですよ、あの程度なら大丈夫です。はい、みゆちさんこんばんは。はい、栄養補助食品ばかり生きているの本当良くないのだろうな。まあなるべくはねお食事から行った方がいいですね。栄養が栄養、マクロビだったな。ゆるマクロもインフルエンザよりも痛くない、全然痛くないですね、玄米はキレート効果強いので、鉄欠乏症貧血と骨粗しょう症を引き起こす可能性はありますが、それは極端すぎる食べ方をしている人だけです。マイクロダイエットとかね、重金属キート作用の方が大きいですな。そうですね、マイクロダイエットとかね、あの重金属キレート作用っていうのがねちょっとありますからね。ロマンチックが止まらない。あ、本当？ブルフミン？どうした？胃がチクチクする。ラシア松葉にやんだことある。早く止めましょうね。毎日の一升瓶。いや、そんな出ない。一升飯か。一升飯ね。一升瓶って言っちゃって。一升瓶も出ねえよと思ったけどね。一升飯ね。一升飯は食ってないですね。廃止と一升までいかない。半分ぐらいは食うかもしれないですけどね。現代のラスカルの三毛、苦血体をムチ打ちましょう。それやめた方がいいと思う。結構苦血体ってパチンと叩く痛いっす。あれ、結構ダメです。ああいうのね、ああいうの痛み癖になっちゃいますからね。はい、ラスカルさんのビッツの長さの違いによって、塩素必要。違う違う。そうね。栄養が栄養。ね、はい。副反応全然出てないですよ、私は。ただ、そうだな、今5件くらいでしたっけ報告出てるの。ただ回復は早いですよ、副反応出ててもね、現状ね。何にしてもおかずが豊富に食べられる状況ではあまり気にする必要はないかもしれません。それよりも塩分の摂取量に気をつけた方がいいと思います。おっしゃる通りかもしれないね。あの活気を起こすようないわゆるそのビタミン B1 の不足っていうのはね、現代においてはね、あんまりないです。むしろそのパート2ですよね。原因の2番目。飲酒。これの、結局飲酒による、まあその、活気ですかね。多いですよ。ただ、子供でも、その、たまに活気が出るということは、もう活気気味になってる状態が起きるってことは、やはりこう、ね、ビタミン B1 が不足してる、まあさすがに子供で飲酒してることはないですからね。ありますかね。はい。癖になるって自分の経験はね、私そういう趣味ないですよ。はい。なるほどね。お腹の掃除にね、時々まあいいかもしれないですよね。おっしゃる通りね。全然大丈夫ですよ。肺炎球菌よりも痛くないですよ。だから、山本にさっきから言いますけど、B 型肝炎が一番いいって。私の中では。あれが結構3年に1度ぐらい打つんで、痛えよ。あんた抗体がなかなかできなくてさ。痛みが癖、いや、別に癖にならないです。そういう趣味ないです。はい。明日のワイドショーが憂鬱。ワイドショーの番組作ってる人たちはもうウハウハじゃないですか。もう視聴率上がるって言ってね。もう楽しそうですね。0.3 ミリじゃ痛くないと思いますね。確かにね。はい。あれ、B 肝の方が痛いっすよね。
アナフィラキシーを起こしたのは、まあ、今のところ女性だけですよね。うん、アル中さんね。うん、アル中からから、てっ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 て、そうじゃない。ね。うん。時事ニュースでは8人だったと思う。もう増えたんだね。うん、うち4人は基礎疾患とアレルギーがある人に副反応が出ている。まあまあね、まあ、ある程度そこの辺ね、構えてるとね、大体想定してやりますからね。うん。まあ、大体本人に聞きますから。もしかしたら出るかもしれないけど、打ってみるみたいな。うん、で、まあ、出たら、まあ、こういうふうな対処法をするから、って言ってね。うん、なあ、あらかじめやると思います。はい。まあ、たまに玄米食べたい。便秘解消したい。ありますよね。まあ、まあ、さっきもね、本当おっしゃってましたけど、まあ、その、なんていうのかな。あ、そうだね。大地震に続く東電原子力発電所の事故で放射能のことを気にして外に出なくなり、日光を浴びなくなってくるびを発症したなどの、偏った生活は健康にとても悪いです。そうなんですよ。うん、それもね、危ないですよ。うん、エストロゲンや、プロゲステロンが影響しているのかな。まあね、まあ、いろいろ原因はありますけど、まあ、現代においてはね、まあ、アルコール、まあね、アルコールってお酒ね、はい、杉浦氏、いなくなっちゃったかな、あ、どうだろう、ね、はい、くる病は卵アレルギーだとなりやすいから怖いです、ありますね、くる病、脳がスポンジ状になる、あれ、いや、まあ、そういうわけじゃないんだけど。それはクールですね。はい。ありがとうございます。ツッコミいただいてね。市から接種令されましたが、断りました。ああ、なるほど。うんうん。はい。副反応ね。基礎疾患。まあ、本当にね。そういう感じです。はい。薬って10種類出ると、わけわからなくなるよね。まあ、そうだね。別にあれだからね、薬の勉強することがね、専門じゃなければ、やっぱわからなくなるよ。もう薬10種類も出たらね。もうそしたらもうね、もう、夜これ、昼これとかね、朝これ、昼これ、夜これっていう風にね、してった方がいいと思いますよ。なるほどね。はいはいはい。うん、ボケてなく、あえて間違えた。あ、なるほどね。なるほど。クール病。なるほどね。うん、夜と寝る前に一括してもらった。あ、そうだね。その方がいいね。あれですね。BSE ね。BSE 系の話ね。最近聞かないですね。そういえばね。まあでもゼロじゃないと思うんですよね。世界的に見るとですよ。世界的に見るとゼロじゃないと思うんですね。似てて間違えたんだ。なるほどね。くる病って赤ちゃんの足が変形するのもまあ入るかな。まあ今あんまないよ。10種類出たら1週間ごとに取り来るから薬局で預かる。なるほどね。一方化は便利ですよな。確かにありますよね。ヒラビーが闘病中とかあれはデマだろうね。確かにね。イギリスからも絶滅させたはず。どこでどうなってるか分かんないですけどね。BSE でしょ。あれね、原因がね、なんとなくこう分かってってるようで分かってないんですよね、あの病気って。はい。ところで SARS、MERS、新型コロナと10年周期ぐらいで、感染流行しましたが、この周期的な新規ウイルスの感染はまた起こると思いますか？はい、私は起こると思ってますし、おそらく次の周期は10年も経たないうちにまた来るんじゃないかなというふうに思ってますね。もうそのようにして私は自分の中では構えております。ただ自分一人で構えたところで、できることって感染防御っていうのは、まあ、まず初期対応としてやはりその、まあ、手洗いマスクしかないので、まあ、それをですね、こういきなり棒を来た時にボンと切り替えるってことはやっぱ柔軟にできるにはしておきたいですよね。はい。リンク見たらトランプ系の陰謀サイトでした。あら、本当？コロナ中なのに、先週、イライラクライマックスの時、施設で嘔吐した時はとっても焦るよね。ね、あ、はい。ね、はい。あ、杉浦さんご本人ですかってことで。あ、そうなんですね。あ、まあ、多分ご本人だと思いますけどね。ね、ゾンビ映画が、現実になるのも時間の問題かもな。
な、ゾンビ映画っていうか、まあそのウイルス兵器ってものに対してはやはりあの我が国もね含めて対応はしてるんですよ。ただ要するに条約がありましてね、使ってはいけないということになってますけれども、まあ現にねそれをこうだから、まあウイルス兵器だけじゃなくてバイオ兵器っていうふうな言い方しますけれどね、だからそのまあ今書いていただいてますけど、第三国が変なね野生生物をね生育している限りとかってのありますし、その想定内もしくは想定しえないウイルスの出現っていうのはまず、これはね、自然的にもそれから非自然的にもあり得るわけですね。だからそのおそらく自然的にあり得る周期っていうのは多分10年に1回ぐらいだと思うんですけれども、やはりねその第三国がやはり、まあ、違う形でねまあいろいろそのウイルスの研究をやってるわけですよ。でしっかりとその要するに研究施設とかにお金を投資していて、こう、まあ、もう外に漏れないようにね、していればいいんですけれども、現代のですねその第三国においてはですね、まあそれこそ学生の実験室で管理するような管理もできない状態でそういう研究をやってしまってるもんですから、そういった研究、要するに実験ちょっとね、要するにウイルスにこういうことをすれば変異するんだよって実験を、学生たちが体験する程度のウイルスが平気で漏れてしまうような状況の国なんですね、第三国ってね。まあ、具体的に、まあ、チャイナっていう国語名出てますけれども、だからそういうところでやはり研究とかね、まあ、それからおそらくワクチンの研究もするでしょう。そういう状況でね、でやはり私はその10年というのを待たずに出てくると思います。そうですね、コロナは単なる風邪ではないと思いますよ。確実にその、ね、ばらまいた、要するに生物兵器とは言いません。ただ間違いなく自然にはできえないものなので、人の手は加わっていると思います。ただその拡散にあたって意図的にされたかされてないかっていうところだけですよ。だからその拡散されてしまったのがウイルスがね、事故なのか意図的なのかっていうところの問題だけであって、ウイルス自体はもう単なる風邪でもないですし、自然出現するものではないということだけはもう間違いないですね。そう、そのウイルスの仕組みから言ってもね、形から言ってもあれが自然にできたものではありえないです。はい。おそらくだからそのね学生の実験の本当レベルなんですよ。だあれだったら、きちんと管理してないものが漏れたら大変ですね。この間都知事選に出たのと同じ人、なるほどね。10年後にはただの風邪となるとか、ワクチンの普及と子供がかかると、10年後にはただの風邪となるとか、ワクチンの普及と子供がかかると、いや、これちょっと逆の方面で言いましょうかね。ちょっとね、そこね、大人はかかるけど子供がかからないっていうような見方されてるじゃないですか、今回ね。ちょっと逆の見方しましょう。子供は発症するけど、大人は発症しない病気って皆さん結構ご存知ですよね。例えば、ロタとかね、それから RS ウイルスとかね。あれ、発症しないわけじゃないですからね。症状が激しくないんで分かんないだけです。で、例えば成人でロタウイルスとかね、そういった流行性の胃腸炎が出現したときは症状が逆に重くなります。だから、子供がかからないって、だから子供の免疫力ね、体が小さいからって言って、必ずしも、その、なんていうのかな、子供のその、なんていうのかな、まあ、免疫作用っていうのかな、ね、はい。なるほどね。松戸市議会の、議長経験者の方なんですね。そうなんですね。はいはいはい。なるほど。2014年に。自公推薦。おお、そうなんですね。すごい。素晴らしい。でもね、まあ、選挙ってね、本当、僅差で前ね、ってことありますからね。決して民を反映していることがないってことあるんですよ。僅差だとね。ありますよね。やっぱりどうしてもこう票まとめとかね、そういうことがまあいろいろありますね。子供だと大体ウイルス性疾患は軽く済んでしまうけん、そうです。かかるんだけど済んじゃうんですね。
だからなんかすごいそれをこう逆に思われてる方っているじゃないですか、むしろその子供っていうのはね、その体が小さい分ですね、その免疫作用はですね強めに出ることがあるんですよ。だから、例えばそのアレルギー症状もね、子供の頃はすぐこう出たりとかするんですけれども、まあ、それがこうね収まってきたりとかすることもありますね。だからそういうこともね、こうまあいろいろ考えていただいて、まあ例えばその子供がかかるとかじゃなくてね、あともしくは今コロナが子供に出ない、だ症状が出ないっていう言い方しますけど、感染しないっていうエビデンスはどこにもないんですね。だから逆に感染はしてるけども症状が出ないね、ただ症状は出ないけれども、その後の、いわゆる感染した後のね、いわゆるそのまあ、発症した本来は、ね、発症した後に出るですね、その、まあ、残留、まあ、後遺症と言われるものですよね、まあ、それもちょっとまだ分かりません、ね、後遺症と言われるものは倦怠感であるとか微熱であるとか、まあ、咳が残るとかそういったものが出てくるってことだけは確認されてるんですよ、だからそのコロナのいわゆる典型的なその発熱して咳が続いて辛い状態が出るのではなくて、まあ、そういった症状を出さないけれども感染していて、まあ、後遺症が続くっていうのはねありますね。はい、ね、結局栄養を1回の食事で全てバランスよく取るのは無理があると僕は考えます。はい、例えば野菜を1日食べないからといってすぐに病気になることはないので、おっしゃる通りです。1日3回バランスを取るのとか1週間単位で調整するのがいいように思います。全くその通りだと思います、胃袋限られてますからね、おっしゃる通りです。それぞれね、人によって、まあ、私みたいにドカベンみたいに食べる人もいれば、ね、本当にちょこっとしか食べない人もいます。ただそれぞれでね、方はやはりその自分の食のスタイルに応じてですね、その調量を調整する、これがバランスを取るっていうんですね。だから何を何グラム食べてとか、どの栄養素をどのぐらい取ってとかっていう、のは目安としてはありますけど、目安なんですね。まあ、本当ですよね。民意を二分するような選挙って大変ですよ。そう、本当半々に分かれた時はね、ありますよ。そう、手洗いうがいで防げるなら結局手洗いうがいで防げばいいだけ、当たり前だけどね。そうそうそう、その要するに意識のレベルをですね、ガーンと上げないといけないんですね。その新興感染症が入ってきた時だけは、それに対する対処法がない時っていうのは、もう徹底的にそのレベルを上げないと他に予防する方法ないんですよね。だから私たちの先代というのはね、ご先祖様というのはすごくいい文化を残してくれたじゃないですか。お家に帰ったら手洗いねとか、外で遊んだら手洗いねとか、手洗いうがいしてねとかってすぐね教えてたじゃないですか。でもこんなに頑張ってやっぱり手洗うのって、我が国のそのね、水が非常に豊かな文化っていうのもありますし、そういうのも影響してます。だからそういったね、恵まれた水に恵まれた文化をですね、生かして、そういうものをね、良さを殺さないでね、生活をこう保っていくっていうのはすごい大事ですよ。そうそう、手洗い迎えしないとダメですよ。神奈川かの子さん、こんばんは。アライグマ状態、そうね。だからこうね、本当にだからもうね、もうなんかのアニメで見たことありますけどね、こうアライグマラスカルがこう洗ってなくなっちゃったみたいなね、そのぐらい、まあそこまで洗えていませんけどね。1日に何品目食べるという食事法がありますね。ありますね、確かにね。要するにバランスを取るって意味でね。新規感染症に有効なのは確かに理にかなっていることを今知った。そうです。外出後の手洗い大事、超大事。いや、本当そうですよ。だからね、今、栄養の話と感染症の話にこうちょっと並列しちゃってますけど、まずちょっと今日のお題をね、ちょっとやっつけちゃいましょう。現代のね、活気についてなんですけれども、やはりそのビタミン B1 の問題もあります。だからね、活気をね、まあ、予備軍というのをなくすためにね、どうしたらいいかって、やっぱ栄養をバランスよくとってほしいんですね。で、その栄養をバランスよくとりながら、ちょっとこれ足りてないなっていうものをうまくサプリとかで、まあ、サプリははっきり言って気休めに思っていただいた方がいいですよ。そんなにサプリに頼りすぎちゃいけません。あれは本当気休めにした方がいいと思いますね。
ということになります。だからなるべくその食生活の中でやはりねこういった家計を意識することも含めて栄養バランスをよくとるってことをねこう若い頃からね、心がけていただきたいなっていうのがね今日のこのね、東洋経済オンラインの記事からですね非常にこう学んでほしいということでございますね。はい、うん、大昔は白米病でしたね。そうですそうです、贅沢病とか言われたりとかねしましたね。はい、単線比率、うん、そうですね。はい、あーほんとね、なんで、バランスよくとりましょう。本当そのね長い1週間ってさっき話、ね、書き込みいただきましたけど1週間と言わず1ヶ月でも1ヶ月ちょっと長いな2週間ぐらいね、だいたい半月、半月の中でこうバランスを取るようにね、食事をしていただいた方がいいと思います。好きなものとか私もね実はね納豆とかですねかぼちゃとかですね嫌いなんですけども体のことを考えてですね結構食べてますよ。発酵食品の分類に入りますけれどね、やっぱり、ね、体のことを考えてある程度ね自分のこう苦手なものもねこう自分で何食べたかなってこう考えててですね何が栄養欠けてないかなってちょっとね、調べてそう自分の体をもうちょっといたわってあげることも大事ですよ。はい、私が好きなのですか。私が好きなのはですね、ウインナーソーセージとですね、とにかくイワシが好きです。はい、ウインナーソーセージとイワシが私は大好きです。はい、そうサプリがすごく効いたら薬になっちゃいますからね本当におっしゃる通りですよ。はい、サプリ飲むより日常生活、日常の食生活を改善した方が手っ取り早いです。ただ注意しないのは注意なのは長い目で見たとき食生活が改善されているということ。そうですね、あんまりね、味噌も発酵食品でいいですよ。塩分気をつけてくださいね味噌はね。はい、効かないから医薬品じゃなくてサプリなんだよってやつですね。それはあると思う。サプリよりも医薬品に認定された方がね承認された方がっていうのありますからね。よっぽどいいっていうのは作る方からすればね。そう、私はねサバとかイワシとかね好きですね。魚はあと肉類だとね肉そのものよりもですねとにかくウインナーソーセージが好きなんですよ。もうとにかく腸詰め大好き。そう、豚肉大好きだしね。普通に朝からとんかつとかいけますよ。あと朝からカレーとかね、どっかのビジネスホテルみたいなの大好きですよ。はい、エバディール、そうね、プロテイン、青汁パウダーとプロテイン、なるほどね、脂肪を溶かす薬品あれば飲みたい。なくはないけど、あれ溶かすんじゃないよね、吸収を阻害するやつでね。腸詰め塩分が最悪です。はい、塩分過多になるなんてもんじゃないです。だから結局ね、そう、本当そうですよ。はい、発がん性なんたのもありますね。腸ね、人工腸詰めもあります。人工腸の腸詰めとかもありますからね。いろいろありますけど、あんまりね、好きだけれども、こうたまにね、大量に食べるごちそうって考えてます。それこそね、そのさっきにちょっと名前出てきましたけど、某ね、ビジネスホテルチェーンのね、東横インっていうね、ちょっと名前忘れましたけれども、そこのチェーンに行った時とかはですね、こうサバのこうね、塩サバとかに、ね、ウインナーいっぱい出てくるんですけど、もうそれがわーいってこう30本ぐらい食べちゃうんですね。30本とかね、こうサバの塩焼き30個とかね、こうちっちゃいのいっぱい食べちゃうんですけど、バランスとった食事しろって言ってる本人がこういう食事してますから、ちょっと考えろお前っていうところありますね。東横インじゃない、東横インね。そう、結構ね、ちっちゃいですよ。でも1個あたりはもちろん、そんな無料でついてくる朝食ですからね、そんな期待しちゃいけませんよ。ただそこでこう堂々と30個取って食べてるっていう、私のこのね神経のずぶとさっていうのね、ちょっとね、考えていただければと思いますね。あとコロナの話ですね。ちょっとさっきちょっと言ってましたけれども、コロナに限りませんね。今コロナウイルスに関してはね、おそらくワクチンをきちんとこの後打っていけばね、収束にはある程度向かっていくと思います。ただインフルエンザと同じような位置になるんではないかなと思いますね。季節ごとにやっぱりこう季節に1回とかね、毎年打っていくような感じになるのかなというふうに、私は見ていますし、
おそらくその先日話した交差免疫の物質何かがね見つからないとちょっと、厳しいかなというふうには思ってますね。風俗じゃねえっつうの東横インは。日本人は長生きするようになった、カップヌードル食べる世代が長生きです。そうだよね。あれ出てきた時にだって33歳死亡説って本ご存知です、あれ読んだ時に私びっくりしましたけど、その33歳死亡説の世代がもう60、70とか超えてますからね、びっくりですよ。メッセンジャー RNA ワクチンね、まあ安全ですよね、作りとしてはね、まあ確かにそういうお店のなんか名前の風俗店できそうですけどね。カップヌードルクソまずい。あれね、1年に1回ぐらい食べるんですけど結構おいしい。1年に1回はねおいしい、ただね、毎日カップラーメン食べるってことが私なかったですね、お金のない学生時代もね。だってカップラーメンの方が高いんだもん。ご飯お米買って炊いたことが本当だからね。それこそやっぱり日本人ってお米なんですよ。本当にどんなに金がなくても米だけ買ってね、こう食いつなこうとかってやっぱ思うわけですよ。だからね、やっぱりこう白米大好き民族なんですよね。だってパンは日持ちしないですけど、白米のねこう持って買っとけばとりあえず日持ちするじゃないですか。そう、要は食べられない方が飽食よりも体に悪いということですわ。そうです。食べられない方がね、そうです、言えてます。そうカップ麺高いですよ。ジャンクフードはたまに食べるのがちょうど良いわね。そうですね。言えてます。なんだろう、食事はもっと楽しもうよっていう。もう、味は楽しんだ方がいいです。味覚っても楽しんだ方がね。そうですよね。日持ちよりもインスタント食品でも食べれるお年寄りが強いですよ。本当そう思いますよ。それは思う。SARS、COVID-2。のですね、コロナウイルス2ですね、すいません失礼しました。陽性率が 5% でも 10% でもいいのですが、それ以外が 90% 以上も風邪用症状があるわけで、インフルエンザをほぼ完封してるのに、そうだね、インフルエンザをほぼ完封してるのってのに風邪症状を引き起こすウイルスの感染力もすげえって、それありますよね。今本当にインフルエンザの患者さんっておそらく今全国でそろそろ3桁やっと行くかなぐらいだと思うんですよね。でインフルエンザって全県報告じゃないですからね、あくまで定点病院だけからのこう、報告を拾い上げる数字なので全数報告ではないんですね。でコロナウイルスはそれに対して全数報告です。指定感染症なんでね。豊子クリニックの PCR 検査980円。なるほどね、小さくてうまくて読めない、保険適用ということですね。カップラーメン68円3食で過ごしたことがある若い頃、貧乏って難しくてお金がないから割高なものを買わなくちゃいけないというところ、そうなんだよね。お金がないからその、ね、トータルコストを抑えていくって頭にやっぱりね、私はシフトしましたね。ある意味本当にいつまでこんな生活してんだと思ってましたからね。よっしゃ、もうじゃあね、米買おうなりましてね。逆にやっぱりあれじゃないですかね、私もその、最初の大学1年生の時にね、北欧っていうねパン屋さんがね大学の、私の時代の下宿の近くにあってね、そこで70円のツイストドーナツっていうのを買ったんですけれども、まあそれ1週間それ1個ってことありましたよね。お前この現代において何をどんな生活をしてるんじゃって感じがありますけどね。結構ね学生時代はお金なかったですよ本当。もうね私のこう当時の実家っていうのはね、それこそもう5000円仕送りしてくれって言ってもやっぱりこう大変だった家なんですよ私ね。だからそういう甘えってやっぱり言われてちゃってたんでね。だからこうなかなかやっぱりそう頼れなくてね、ってありましたよ。その分ね社会人になってしっかり甘えちゃってますけどね。あと1分になっちゃう。あららら。
はい、食べ物なくて我慢していると胃が小さくなりますので、ますます食べれなくなる悪の循環、うん、あ、ロコモティブ症候群の進み寝たきりになる、カップ麺でもね、食べられる年寄り塩分が肩でも長生きできますよ、気が入れば良いかなって、それありますね、うん、モンパルスなどのロシアドーナツ、あ、コンテニコイ、ありがとうございます、ゆささん、こんばんは、はい、あ、お疲れ、ありがとうございます、はい。ということでですね、すいません、残り配信時間が30秒切りましたんでね、終了させていただきたいと思います。もうバランスの、ね、食事の意味が分かんないから、もうこんなキャス来ねえよ、バンって難しいよね、バランスの、ね、食事ってね。はい、そうです、北海道ですよ、最初の大学はね。はい、ってことでね、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました。